カデナ基地付近のパレードエイサー、沖縄国際カーニバルは毎年11月下旬に沖縄県沖縄市で開催される市民祭りである。沖縄国際カーニバルは沖縄市民の融和と産業の活性化を図り、国際色豊かな市の特性を発信する市民祭りで、音楽や芸能、スポーツ等の交流を通した市民共同によるの街づくりに寄与することを目的としている。 毎年11月下旬、文化複合施設、沖縄子ども未来ゾーンと、市の中心街である、小座ゲート通り周辺を、交通規制し、2日間にわたって開催される。メインイベントは、国際対抗引き、民族芸能パレード小座絵巻き、沖縄サンバカーニバルなど。国際対抗引きでは、重さ約10トン、長さ約80メートルの綱が使われ、約2000人の参加者が、 東西に分かれて引き合う。市内に、米軍関係者が多く居住していることから、日米対抗戦も行われる。民族芸能パレードには、エーサーをはじめフラメンコや、フラダンスなどの多彩な団体が参加する。沖縄サンバカーニバルは2003年より、メインイベントの一つとして開催されており、約300名の参加者が、色とりどりの仮装を身にまとい。 サンバの軽快なリズムに乗りながらパレードする。県外のサンバチームからも毎年約50名の参加者があり、国際カーニバルの目玉となっている。その他、沖縄市の観光や物産を PR する女性を選出するミスハイビスカスコンテストや、近隣小学校のサッカー部員が多数参加するミニ PK 大会、地元バンドによるコンサートも開かれ、沖縄市栄東牛場では、 国際カーニバル闘牛大会も開かれる。主催は沖縄市経済文化部文化観光課内同時公委,委員会。沖縄国際カーニバルは1975年より開催の沖縄市祭りと1991年より開催の沖縄カーニバルが1993年より合併して開催されるようになった。2008年からはゲートニフェスタと 日程が統合されて、同時開催されている。ありがとうございます。